時刻は午後7時になりました。ここからは愛知県東海市にあるメディアスーフームから生放送でお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は名古屋の大須から全国に超絶元気発信おソースアイドルの OSU がリモートでお届けします。本日のメンバーは、はい、黄緑色担当 OSU キャプテンのアミゴこと夏川あみと、サンライエールを担当ヤッキンこと出雲やえと、緑担当ももちゃんこと水沢ももです。 よろしくお願いします。よろしししくおお願願いいまますすということで今週も始まりましたけれども今日のメッセージテーマがですね体育祭にまつわるテーマなんですけれどもまあ体育祭といえば学生じゃないですかあの私たちのねオフィスのメンバーには家賃がね中学生ですね現役の数少ない現役中学生ですけれども。 はい今日は学校で何をしてきたの今日は学校であの最後の委員会をしてきましたね。おお最後最後というか前回懐かしい。前期のあの多少委員だったんですけど。おおはい多少委員で。そっか前期後期だと今がちょうど前期が終わる時期みたいな。はいそうです。そかかか委員ね懐懐ししいい なんで図書委員になろうと思ったのあ、なんかあの、本を借りるときとかって、あの、バーコードをピッてやるじゃないですか。あれがね、あれ見てて楽しそうで、レジ、なんかいつもスーパーのレジとか見てると、楽しそうだなと思って、わあ、確かに。入って、やったら、一時期は楽しかったんですけど、もう慣れてきたら、ああ、こんなもんか、みたいな感じでもう、なんかなっちゃうんですよ。そうでもなかったやってみたら。そうでもなかったです。 まあでもなんか楽しかったですよでもうん私も小学校五年生とかの時にはい図書図書委員だったそういえば <laughs> それこそ同じ理由<ー>あのピッっていうレジみたいなのピッってやつがやりたくて図書委員やってた<ー>そういえばピントするやつあるんですね<ー>学校にうん,うん 青字信号。なかったです。はい。あの、図書会館にはあったんですけど、図書室にはなかったです。あの、本の裏についている図書カードに名前と学年書いて、昔の日とか、昔の日何か。知らなかったです。そんな学校にあるなんて。私も、低学年とかの時は多分アナログのその紙のタイプだったけど、なんか高学年になるくらいにはもう、 あのバーコードに変わって最新になってたわ、えー、そういえば。すごいえー、おもちゃは何、えー、何委員だったの私は、うん、小学校の時に放送委員をしたのは覚えていてはいあと中学校あじゃないあでも、うん、あ小学校か小学校の時もうなんか6年生の時に生徒会に立候補してすごい。 はい、生徒会やるタイプだった<わ>なんか立候補しましたね。なんか、うん、私が生徒会に入ったらこういうことをしたいですみたいなのを、全校生徒の前で演説するみたいな。あるね。演説とかさ、選挙活動とかあったわ。あった、はい。えー、立候補、私も全く生徒会とかも絶対やりたくないタイプだったから。<laughs> えぇ、ー キャプテン <laughs> そうキャプテンやってますけど <laughs> 今もう絶対そういうなんか、えー、やったことないあのそういう学級委員長とかもって、えー、いうタイプでした意外だで,、ね、でもやっぱアイドルなるからねなんか放送委員とかさそういう生徒会とかなんかちょっと表出たいみたいな感じのはちょっとあるねつな、はい、がってますね今にね。はいはいはい まや,やさんは元元気で、これ後期も頑張ってください <laughs>、はい。<laughs> 頑張ります。<laughs> 頑張ってくださくい,、ねい,はい。はい。よろしくお願いします。今日この三人でね、音だけしていきますので、よろしくお願いします。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。今日のメッセージテーマは体育祭でこんな種目があったらいいなです。メールはメディアセフエムのホームページにあるメッセージボタンから、またメディアセフエムの専用アプリからもお送りいただけます。 アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞ。それではここで一曲お聴きいただきましょう。OSU で恋するカヌレ。時刻は午後7時7分です。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は OSU がこの後午後7時30分までリモート生放送でお届けしていきます。ということで、はい、今日の メッセージテーマがこんな体育祭の種目があったらいいなってことですけどなかなか珍しいメッセージテーマですね。はい、そうですね <laughs> ね、ちょっと迷いましたけどなんかやりたい種目というかこういう種目あったらいいなってものありますでしょうかメンバー。えっとですね,ですね私はあの42人、はい、40人41人客ですかね。お<ー>えーっと クラスだったら例えば人いいるるとすすじゃなでか全員で二人三脚的なものを40人で4 0四十人でやるっていう全員でやってみたいですあるねんか二人三脚はね普通普通というかまあ一般的にあるけどなんかテレビで見たことある私その大人数での二人三脚というかで私もやったことありますえすごい 中学の時、多分クラス、一クラス多分32とか31とかだったんですけど、うんうん、やりましたね、クラス対抗で。大変そう。えー、いや、大変でした。もうひ、あの、テンポがずれるとみんなこけちゃうので、だただの普通に危ない怖いです。<laughs> <い> <laughs> 一歩行けるかどうかみたいな。そうですね。<わ>楽しそう、うそれ,それ楽。楽しいです。はい。 いいのええ、やりたい。O. S. U. の体育祭とか。やりたいです。やりましょう、やりましょう。あの、競う相手がいないけど、十一人、十二脚で。はい。今のメンバーで。はい。楽しそうです。え、だっそう、ファンの人と競ったりのか、十一人集めてきて。はい。よ <laughs> さそうじゃん。見て。いそうですね。だいぶ広いところでやらないといけないけど。<laughs> いいな。はい はい、はい。いいね、それ。ももちゃんはやりたい競技。私は、私はやりたくないんですけど、こんな競技があったら面白いなと思ったのは、<laughs> うん、あのー、なんかこう、なんか、紙とかに、なんか、それこそ買い物競争みたいな感じで、紙とかにこうなんか書いてあって、うん、マイクで言うやつあるじゃないですか。はい,はい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 。なんかそれとかで、なんか好きな人を言うみたいな、うん、マイクで。<laughs> うん 注目があったらキヤーってなるなって思います。<laughs> 私はやりたくないです。<laughs> 告白対決とかあいいですね。うわ、うん、めっちゃいいですね。あのなんか番組であるよね屋上から叫ぶはいやつとかよく見るはいあ,、ね、ああいう感じでクラスに一人も告白する人をピックアップしてはい告白させるみたいなあ、はいいですね。<laughs> それでちょっと待ったとか来たらめっちゃおもいですよね。めっちゃいい。めっちゃいい。ちょうど優勝。楽しい。優勝、それ。見てたいな。見たいね、それは。やりたくはない。たいです。を告白する人が男の子ってなったらさ、例えば異性だったらさ、ちょっと自分呼ばれるかもみたいな。 そうじゃない。<laughs> そういう独特のい、はい、いいですね。<laughs> めっちゃいいです。いいななんか青春だななんかいいな。<laughs> めっちゃいいです、ね。考えた今 <laughs> はいちょっとニヤニヤしちゃいました。<laughs> うん、面白そう。はい、えー、なんだろうなでもなんかあのー、パッと思いついたのは,はい、はい、割とその辺にある企画だけどジェスチャーゲームとか。 確かに体育祭ではやらないですよね。そうな。かなか、なんか番組の企画とか、そういう YouTube の企画とかではありそうだけど、はい。体育祭ではないな。と思ってジスチャーゲーム。いいですね、めっちゃ。楽しそうです。うん。とか、なんか、それをもう全員で伝言ゲームみたいな感じにやっていくみたいな。面白そう。そうです。こう並んで。意外と難しいですもんね、ジェスチャーゲーム。難しい。 なんかそういう、なんか全員でできるのにな。なんか種目出るとかなるとさ、あのはい、何人とか限られるじゃん。二人三脚出る人、リレー出る人とか、はい、玉入れ出る人とか。だからなんか全員でやる種目とかすごい好きだった。わ、はい、<laughs> かります。<laughs> 楽しそう出るみたいなですね。楽しそう。いいなぁ。体育祭やりたいなぁ。でもやすさんはね、現役だから。はい。できますね、私今だ。ね。 ちょっと提案したらはい全員で二二三曲やりたいですってえめちゃってやりたいですでも提案したらめちゃくちゃのでかい大玉をあの全員であの円作って回していくっていう楽しいあ全員で回すのあなるほどね玉コロナシみたいなやつですよねなんか学年ごとに一年生二年生三年生っての分けられててうんそれで体育たあの体運動場を全員で そう。はい、めっちゃ楽しみなんです。それが今年の体育祭の種目の全員でやるやつです。いいな、いいな。体育祭出たい出たいな。え、み見に来ます。見に来ます。あ、見に行くわ。後で見に教えて。はい。はい、ではですね、これあのメッセージも届いてますので、皆さんからのこんな種目あったらいいなを紹介していきたいと思います。はい。ラジオネーム沼にハマったひろさんからです。 夏川さん、やいちゃん、ももちゃん、こんばんは。こんばんは。今週のテーマは、こんな体育祭の種目があったらいいのですが、僕自身は膝があんまり良くないので、ライブでも自動状態なので、ファンの皆さんはよく元気にジャンプされてますよね。ということで、うん、マサイジャンプ選手権、なんかどうでしょうか <laughs> すっごく、<laughs> すっごく見応えがありそうでワクワクします。とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。い,ます <laughs> いいですね。 マサイジャンプ選手権、はい、もう名前から、はい、<laughs> マサイジャンプってみんな知ってんのかなあのなんか表しにくいですあの,あのアイドルファンのおたク、はい、用語というか多分漢字だけどマサイジャンプってだけど元はマサイ族のそういうジャンプが、ね、あるらしくってちょっと YouTube で調べてみてください。<laughs> はい、いっぱい出てきます、ね、<laughs> あの結構割と垂直に 真上に飛ぶ、飛ぶ感じのジャンプのことですね。はい。面白そう。面白そう。めちゃ面白いう。ほならでは。楽しそうだね。最ジャンプ選手権。なるほど。や、でも家賃とか得意そうだね。強そうじゃない。はい。ジャンプ力。いっちゃいまあれなんですけど、あの、結構運動神経いいフォアなので。おー。えー。ジャンプ力。じゃジャンプ力高そうだもん、なんか。 <laughs> はい、わかります。でも、あの、<laughs> 飛ぶやつあったじゃないですか。あの、棒の、何でしたっけ。名前忘れちゃいました。高跳び。あ、高跳び。走り高跳びとか、はい。走り高、めっちゃ、結構、あれ、いってました。私クラスの中で、一二番目とかにも、結構。てた,たすええー、すごい。ええー、すごい。じゃあ、あプロかもしれん。まあ、再ジャンプ選手権。<laughs> ええー、一回、み、みんなの前で披露しました。はい、やりましょう。<laughs> <laughs> ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 はい。続いてですね。ラジオネームカチューンさんからのお便りです。いつも楽しみにしてます。OSU 大好きです。体育祭にあったらいいなと思うのは、イントロ当てクイズです。イントロが流れた後、うん、50メートル先に回答する場所があれば走ることになると思うので、体育祭っぽいでしょ<ー>とのことです。ありがとうございます。ますおー。ありがとうございます。イントロね。はい。うん。面白そうですよね。面白そう。 はい。めっちゃ面白そうです。しかも50メートル先に回答するっていう <laughs> <laughs> ちょ。ちょっと走る。<laughs> うん。体育祭とか。<laughs> <ぶ>イントロ、確かにイントロだけだとちょっと文化祭感もあるけど。はい。50メートル走と合体させてね。はい。はい、めっちゃおもろいと思います。<laughs> いや、おもろい。い,いいですね。 これでも走って答えたのにブブーだったらまた戻らないといけないじゃないですかそれしんどいですけど確かにそれが面白そうです戻らないといけない <laughs> <laughs> 結構大変だねじゃこれはい,い楽しそうだけどいいですねありがとうございます、うん、ありがとうございます、うん、では続いてですねラジオネーム

ダンス選手権的なですかねえでも、やりようによっては面白そう。はい。サビとかだったら、うん。頑張ったらいけそうですよね。頑張ったらいける。サビとか、やいが教えました。あ、やいが教えました。やいが、まあ、し、ろって教えます。うん。そしたらいけるかもしれないでもね、ダンスとかよくあるからね。学校の。そうですよね。体育祭とか。やりました、やりました。 うんあったあったなんかドラえもんのダンスとかやりました、うん、ええドラチョイスなんかハグしちゃおうっていう曲があってだいぶわんですけどハグしちゃおうって曲 <laughs> なんかその日の流行りを取り入れる感じじゃないですか体育祭って <laughs> なんかもうその曲が流行ってたらみたいな <laughs> ドラえもん流行ってたんその時流行ってたんでしょうね多分なんか <laughs> やりました、ポンポン持って。あ、でも可愛い、ポンポンとかちょっと体育祭っぽいわ。可愛い。楽しそう。めっちゃだめそうです。はい。いいですね、ダンス系ね、いいね。なん全部できそう、なんか例えば O. S. U. 体育祭とかもしね、できたら。あ、そうです全部取り入れ、そうじゃないですか。やってみたい。やってみたい。 はい。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、ラジオネーム、アポロガイストさんからです。お会いしての皆さん、ま、こんばんは。やえももアミーゴです。こんばんは。今回のテーマですがパン食い競争があるなら、ケーキ食い競争があってもいいのではないでしょうか。とはいえ、顔に生クリームつけた状態で走る姿しか想像できませんが、わら、とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ケーキ食い競争 いいないいですねパンだけじゃなくてねいや学校でケーキ食べるって結構嬉しくないですか私めっちゃ嬉しいです <laughs> そこ <laughs> ケーキが食べられるっていう楽しみ <laughs> ケーキが吊るされてるんですかねこれはパンケリーみたいなあー確かにえ確かにえ一口サイズのケーキなんかあの白い粉の中になんかプッチョが入っててそれをフーフーって探してなんか顔真っ白になって走るみたいなのがあったんですけど、うんうん え、やったことあるあ、見たことある。あります。親子競技でやりました。ええ、かわいい親子競技。はい。あるんだ。なんか、あの、テレビとかでは見たことあるけど。はい。りまなんか、飴玉探すみたいな。手使っちゃいけなくて。そうです。粉の中に顔でこう探して、はい。見つけ出すみたいな。はい。はい。あるようなありますね。はい。なんか、そういうケーキか、なんか、なんかもっといいもの。 もっといいものなん, <laughs> なんいいものを見つけたいパンでもなくはい、はい、ケーキでもなく <laughs> いやでも楽しそうい、はい、楽しそうですめちゃくちゃでもあの絵面的にはそれだねそのあめちゃんとかプッチを探すやつと同じ感じになんだね、はい、あの顔が白くなって走るっていうあそうですねんか鼻に鼻にちょんって可愛い子がついてたら可愛いですよね<うわ> <laughs> <laughs> 男子からしたら可愛いいなーってなりますよね <laughs> いいな、そういう青春。青春。なんか昔、体育祭、私高校の時に、なんか借り物競争あったんだけど、はい。なんか人を借りるっていうやつで、なんかメガネをかけてる、お題がメガネかけてる人とか、この持ち物を持ってる人とか、何年生の女の子とか、なんかそういう感じで、 なんか手つないでゴールするっていうのがあって、はい、なんか青春じゃないそう今思ったら <laughs> <laughs> 今思ったら青春、ね、今思ったらそだ男同士とか女同士だったらちょっとあんま青春感ないけどかそう、ね、男女とかだったらさ、はい、手つないでそう3年生の男の子がリードして、はい、手引っ張ってゴールするみたいなのがあって、はい、っていうのを今思い出したいいですねめちゃくちゃいいです なんかね <laughs> いいななんかこういうのまたやりたい。はい、<laughs> じゃあちょっとラストいつはいはいラジオネームはいラジオネームと年高さんからのお便りです。あみちゃんやっちんももちゃんこんばんは。こんばんは。今日のテーマこんな体育祭の種目があったらいいなですがやはりアイドルオタク的におしじゃん競争です。愛生グッバイが流れている間ずっとおしじゃんしてじゃん の回数と高さを競う競技です体力を使い果たしそうですとのことですありがとうございますすごいねありがとうございます多分この方優勝ですねそうですね優勝ですね最後までやっぱりみんな飛びたいんですねあのねマサイジャンプと一緒ですねは沼には松浩さんと同じです飛びたいんだいやみんな飛びたいんですよ多分でもなんかあの いいですね高さと回数を競うっていうもうその場でさっきの「マサイジャンプ競争」だとジャンプしながら競争するんかなと思ってリレーみたいにって思ったけどこれはもうその場でとにかく飛んで回数と高さを競うっていうそうですよねいや面白そうです面白いいいですねんかみんなの意見聞けてめっちゃ嬉しいですんか私たちが考えたことがないことそうね これやりたいですこれやりたい。これ採用でこれ採用しましょう。採用。はい。これ採用しましょう。どっかで、あの、体裁に限らず、どっかのライブの企画であるかもしれない。ので、楽しみにしててください。はい。はい。たくさんメッセージありがとうございます。ありがとうございます。はい。それではここで一曲お聴きいただきましょう。OSU で待ちぼうけダーリン。 愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けしています。ビートアランド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は OSU がリモートでお届けしてきましたが、そろそろお別れの時間となってしまいました。えー、ここで,ですね、はい、もう一つメッセージをお読みしたいと思います。ラジオネームサムライちゃんからです。 体育祭といえば走る種目が多い気がするので、ちょっと変わったところでドッジボールなんかあったら楽しいかなってふと思いました、とのことです。確かに。リレーとかね、なんか走る系が多いけど、球技系は確かにあんまないから、はい、全員で、全員でとかいうか、みんなでね、ドッジボールしたらし、ね。はい、楽しそうですよ。はい、確かになんかいろいろできるね、体育祭もね。はい。はい、できますね。まあなんか はい、いつか OSU とできる体育祭がありましたらその際はね皆さんも参加していただいてみんなで楽しめたらなと思いますので期待しててくださいはい、はいはい、たくさんメッセージありがとうございましたありがとうございましたまでは最後に OSU から告知です はい。10月9日日曜日に OSU のワンマンライブがあります。なんとこちらですね、ハロウィンライブになっております。うん、私たち OSU も仮装してライブしますので、皆さんももしよかったらね、一緒に仮装して、あの、ライブを楽しんでもらえたらと思います。たくさん飛んでください。お願いします。はい。そして OSU は10月の14、15日に第44回大須大道町に祭りがあります。う なんと、その大泥町人祭りで、OS チームの新章が初披露されますイェーイ皆さんめちゃくちゃ気になりますよね,ねってことでぜひ遊びに来てください、ね、よろしくお願いします、はい、お願いしますはい、そしてですね、えっ、ー、と、それではここで来週のメッセージテーマを発表したいと思います来週のメッセージテーマは、秋の味覚といえばですメールは、ね、メディアセーフ M のホームページにあるメッセージボタンから また、メディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞ。また、この放送はメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされます。メディアス FM、YouTube で検索して、ぜひチェックしてください。それでは、この後は再び犬飼幸平さんのビートアラウンド834でお楽しみください。では、来週のこの時間にまたお会いしましょう。ここまでのお相手は、OSU の夏川アミと。 出雲八重と、水沢桃でした。最後はこの曲でお別れです。OSU でギアマイフューチャー